ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。さて今回は DCS ワールドの P47 サンダーボルトのコックピット内の計器やスイッチ類を見ていきたいと思います。なお翻訳したマニュアルベースで話しますので、仮に認識が間違っていましたらごめんなさい、すいません、最初に謝っちゃいます。それではコックピット内の計器について見ていきたいと思います。こちらは時計になります。着陸装置警告灯。着陸装置は主脚が出ている場合は緑色が点灯して、逆に主脚が機体内に格納されて着陸できない場合は赤色が表示されます。待機速度計、表示はマイルになります。最大許容待機速度は高度5000フィート1524メートル以下で、時速505マイル812キロを超えないようにしてください。こちらは方位計です。電流計。バッテリースイッチは左に倒すとオンになります。高度計は単位がフィートになります。長い細い針が100フィート単位、中程度の太さの針が1000フィート単位、短く細い針が1万フィート単位になります。旋回計、昇降計、加速度計、真空システム吸引ゲージ、水圧ゲージ。方位自身、エンジン、マニホールド圧力計、隊員は水銀柱インチになります。エンジンタコメーター、隊員は 100rpm です。エンジンオイル温度計、エンジンオイル圧力計、エンジン燃料圧力計、メインタンク燃料計、単位は US ガロン。補助タンク燃料計、こちらも単位は US ガロン。燃料レベル警告灯。エンジンシリンダーヘッド温度計、スタータースイッチ。下に押すとエネルギーを与え、フライホイールの回転を開始します。逆に上にアップするとフライホイールをエンジンに接続します。油圧計、酸素フローブリンカー、酸素圧、低酸素警告灯。水平儀、キャブレーター温度計、ターボスーパーチャージャータコメーター、単位は 1000rpm になります。パーキングブレーキ、ハードポイント、投機ハンドル。ハンドルを引くことにより、ハードポイントに吊り下げられているタンクなどを投下します。ボム、タンク、アーミングスイッチ。ケミカルタンク、アーミングスイッチ。これの使い方はちょっとよくわかりません。マグネット、イグニッションセレクタースイッチ、プロペラガバナースイッチ、ダイブリカバリーフラップスイッチ。このボックスには多くのスイッチがありますので、まあここは軽く流しながら説明していきたいと思います。サーキットブレーカー、プロテクター、ガンサイト、レオスタット、コンパスライト、レオスタット、インストルメントライト、レオスタット、ウィングナビゲーションライトスイッチ、テールナビゲーションライトスイッチ、ランディングライトスイッチ、コックピットライトスイッチ、燃料ブーストポンプ制御レオスタット、着陸装置の警告、燃料のレベルテストスイッチ、酸素警告、ターボライトテストスイッチ。発電機スイッチは上に押すことにより一時的に電力が供給されます。ピート管、
ヒータースイッチ、オイル希釈スイッチ。フラップレバーは引くことによりフラップダウン、押すことによりフラップアップします。着陸装置レバーは下に下ろすと四角のダウン、また上に上げると四角のアップになります。ラダートリムホイール、エルロントリムホイール、外部燃料タンク、セレクターバルブハンドル、燃料タンク、セレクターバルブハンドル、エレベータートリムホイール、緊急油圧ハンドポンプ、爆弾アーミングレバー。エアフィルターコントロールレバー、爆弾アーミングレバーの下でちょっと見にくいんですけども、キャブレター空気熱制御レバーがあります。ミクスチャーレバープロペラコントロールレバースロットル、ツイストグリップ、ガンサイト、ターゲットレンジコントロール、水噴射ボタン、ターボスーパーチャージャーコントロールレバー、キャノピー開閉スイッチ、インタークーラーシャッターコントロールスイッチ、オイルクーラーシャッターコントロールスイッチ。ガンセーフティースイッチはカバーを下に引いてスイッチを下に下げると機銃が撃てるようになります。マップチャートケース、テールホイール、ロックコントロールレバー、コックピット、換気制御レバー、シークレットラジオ、起爆装置。これは何に使うのかさっぱりわかりません。ただデンジャーという文字を見ると押してはいけないという雰囲気は伝わります。デトロラ無線受信機、無線装置、コックピットスポットライトランプ、酸素レギュレーター、認識ライトコントロールパネル、エンジンカウル、フラップコントロールハンドル、プライマーハンドル。こちらはアメリカ軍が誇る K14 照準機で、ガンサイトターゲット、ウィングスパンセレクター、ガンサイト固定レチクル、マスクレバー、ガンサイトターゲットレンジダイヤル。こちらは単位は100フィートになります。いかがでしたでしょうか。コックピットの景気がわからなくても実は飛べるんですけれども、わかればより楽しく飛べると思います。今後この景気やスイッチの使い方など順次説明していきたいと思います。また不定期ながらコンテンツを増やしていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただき誠にありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。